今回はリスナーさんからの質問。流儀変換青で耐性を上げ、赤に変更し火力アップ、その後キャンプに戻り、この場合属性強化はリセットされますか？火力アップ前のステータスはこんな感じです。そして条件を満たした時の属性値は203です。この状態でキャンプに入っています。結果は維持されます。ただしバグかもしれませんが、キャンプから出て放置していたら1回だけ属性が落ちました。その後同じことをやり15分以上放置しましたが、属性が変化することはなかったです。現状再現性がなく気にする必要はなさそうですが、今後判明したらコメントに記載します。ちなみに死亡した時は効果が消えます。以上が流儀活性効果の維持の検証でした。